編集間に合ってないので素材だけ貯めていくみたいな、はい、溜まってます、はい、っていうことを今やってますと、はい、でちょっと嬉しいコメントいただいたので、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいコメントとリクエストいただいてます、うんうん、テーブルカールハンセンの E0202 にコメントいただきました。なるほど、リクエストしたもので取り上げていただき本当にありがとうございます、感動、感動っていうコメントいただきました、ありがとうございます。でもう一つ、E020 ってこれのダイニング、あ、そうだ、ちょうど仕様ですからね、はい、見てみてください、はい、どこにも動画も照射も載っていない E020 っていうテーブルがありましたので、それを動画でお届けしています。そう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 、謎の E020 のテーブル、はい、ご紹介しました、うん、そこのコメントで、ゆき川島様いただきました、ありがとうございます、はい、カーテンの特集お願いします、クバドラのカーテンの設置を検討しています、はい、おすすめされているカーテンとロールスクリーンとの設置についても詳しく知りたいです、ということでリクエストいただきました。そうなんですよ、ありがとうございます、はい、カーテンね、カーテンは謎すぎて私も知りたい、謎すぎるよね。いや、僕らインテリアショップの業界の中でも、はい、インテリアって一括りに言ってもこうちょっと分かれてるじゃないですか、やっぱり専門性が。そうですね、行く店が違いますから、そうカーテン探す。だから家具、インテリアショップって言ってるところって大体まあ家具メインですね、うん、でうちはそこに照明も足してみたりとかっていろいろやってて、でカーテンになると割とカーテン専門店みたいなところにも行ったり しますよね、はい、で、まあ、あとあるとしてはその、寝具ね、ベッド周りとか、なぜかインテリアってすごいこう分かれてますよね、そうなるとね、そうですね、はい、うん、それは悩みますよね、一括りに提案してほしいっていう感じですけど、うん、でカーテン類もアイテムがとにかく多いですよ、国産の中のこの生地、まあ、もう早速ね用意しますけど、生地どうするか、いろいろメカものと呼ばれる、ブラインドだったりロールスクリーンだったりバーチカルだったり、あとはいろいろシルエットシェードとかいろいろ、いろんなスタイルがとにかくバリエーションが多いんでめっちゃ悩む、まあ、悩みますよ実際に。私はカーテンはもう増えすぎちゃったから、うん、もういいかなと思ってるんですけど、うん、リビングの一角に押し入れみたいなクローゼットがあって、うん、そこに頻繁に物を入れるんですけど、うん、そこの扉を閉めてしまうと途端に主人がそこに入れんくなるんです。その扉の前に物を置き出すからその対策としても扉をねじって外して取ったんですよ。もう大変、中に入れてほしいから、うん、取ったら、まあ、当然のこと筒抜けじゃないですか、うん、だからちょっと目隠しで雰囲気のいいやつをそこにパラッてかけたいんですけど、はいはいはい、さて、っていう、もう難しすぎて、いや、これも可愛い、これも綺麗、うん、こんな風にも好きあるんですけど、うん、無理、選べない。そこは、その色と、はい、その
素材とかを、うん、あの何を抽出するかになっちゃうんですよ。どこから攻めていくかを決める。そう、た例えば、はい、その 目隠しでってことはリビングですね。そうです。でリビングの何と組み合わせていくかになると思うんですよ。だからそのちょうど隣にソファーがある。そう、例えばじゃあソファーは、はい、もちろんこれですよね、うん、みたいなのが、うん、クワドラのこれですよねみたいなのが生地に出てくるじゃないですか、うん、クッションはこれで、はいはい、クワドラのあれですよねみたいなのが、いや、クワドラじゃないけどでもぽい感じの生地のやつがある、うん、クワドラしてください。はい。なんでやねん。きつい。今日はハリグルミ、ハリグルミ、はい、ハリグルんじゃってる。まあチェンジですね。そういうチェンジして、長いよからの、そういやメインカラーに合わせるってことですか。例えばその要は、何と組み合わせたりですか。結局インテリアも洋服も全部一緒で、うん、結局何とのコーディネート、うん、コンビネーションを考えるかなんで、うん、なのでそこから、要は共通テーマとか、例えば色相の色相感ってこう色の組み合わせってあるんですか、うん、まあ、それをどういうふうに取っていくかで、この色とこの色を組み合わせるとどんな雰囲気に見えるかとか、でそういうのが出てくるじゃないですか。いや、そこから狭めそうで、まあ、まずはもそもそもとしてこういう記事があるっていうところを、まあ、知らない人の方が多い。そうですね。で西井さんの場合はとりあえずあるっていうことまで分かった。 あるは知ってた、かかってたからさ。なんじゃこれみたいな、うん、ここにめちゃくちゃあれやないかと、はい、でここから何を選ぶかっていうことと、はい、まずは今日は どうします そっちやるのか、はい、おすすめって言ってくれてるから、はい、まずはこういうものがあるんですっていうのを、ラインナップの中からおすすめアイテムをちょっと紹介したいなと思うんですけど、それでいいですか。はい、全部クバドラで、全部クバドラグループ、グループ、いろんなクバドラの中にも細分化してるんですけど、そう、基本的にはもうクバドラが今、その傘下に収めているというか、クバドラの中でいろいろ特色を持って作っている、まあ、それぞれのブランドが、これごく一部です。あ、そうですか。まだあるけど、もうね、ここからもう沼ですからね、はい、沼に入って、はい、でしかもほとんどが、これ、まあ、厚手の生地もありますけど、これほぼレース。わかりますか。パシミナ、うん、はい、ちょっと見てみます。うん、そうで、これね、あのインターネットで、はい、そのこういう記事があんまり紹介されてないじゃないですか。どういう、情報が少ない、情報が少ないでしょ。写真パスッとあって終わりみたいな、うん、これ なんでだと思う。あ、取りづらいんだ。そう、あの変な先入観は入っちゃう。いや、っていうかこれ設置、これこうやってヘッダー見るじゃないですか、はい、1個ね、これ、サッコーのパシュミナですけど、こうやって見るじゃないですか。これ色大体出てる、うん、出るよね。 ここまでだって出るんですよ。これでもこれね、これレースとしてはまだ不正解じゃないですか。あ、実際はこうなるわけですよね。だん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 、でこれしかも、はい、実際に設置しますみたいな感じになった時に、はい、逆光になっていくんですよ、こうやってほら、だらもう見え方違うでしょ、うん、そうですね。だからこれ、ね、写真ってどこが正解なのかがむちゃくちゃ難しいんですよ、これ、うん、で釣ってみての感じを見せると逆光になるから、うん、取れない。そう、色が飛んじゃうんですよ。あ、けどじゃあこれをこの状態を写真を撮って、はい、アップしますと、はい、でこの色が好きですと、はい、好きですってなるじゃないですか、うんうん、でこれじゃあするじゃないですか、はい、色薄ってなるから、うん、だからそう、そう、こんなんじゃなかった、っていうのが非常にこの撮りづらさというかね、紹介しづらさがあるんで、そのインターネットの世界ではまだこういう
なんていうの、分かりやすい、あのマリメッコとか、うんうん、ああいう、こうコットンの生地でプリントしてるものは紹介しやすいけど、うんうん、これこのこういうこう透け感とかね、はい、難しいですね。そう、これはね、動画はありですか？そういや、だからね、もう動画でじゃないとこれね伝えれないんですよ。こういう、逆に柔らかさとか、そう、揺れた感じ、そうそうそう、風で揺れる感じとか、ね、だからこれを写真撮っても無理なんで、はい、今非常に苦労してる。カーテンを用意して、頑張ってくれ。いや、まあそれうちもやんないといけないんで、うちが頑張れっていう感じ。そういうことですね。はい、そうなんですよ。はい。で、うん。で、おすすめね。おすすめ。おすすめでいくと、まず、基本的には、もう、ほぼ、レースしか進めてません。はい。以上。まあ、だからな、では、隠したいでしょうっていう。そう、いや、その、そうね。うんうん、で、カーテンイコール、あ、なんで、でも、なんで隠すんですか？あの、隣の人から見られてるから。うん、でも、光は遮った方がいい。うん、うん、うん。光はあっていいです。あっていいですよね。はい、夜とかは別に大丈夫。ですよね。見えなければ。ですよね。はい。でもじゃあカーテンしますっていうと、うん、なぜかしらみんなが厚手の生地と薄い生地、なんか、はい、まあ、ドレープとレースですけど、はい、それを盲目的につけようとするじゃないですか、うん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 、遮れば遮るほどいいっていう感覚があります。ありました。そうだからまずそもそもこのドレープ、分厚いその生地っていうのを なんでつけないといけないんだっけっていう、うんうん、本当に必要ですかっていう話ですね、はい、で、リビング、まあ要は視線さえ遮ってればいいんですよね、うんうん、中身が丸見えじゃなかったらいい。そうですね、はい、で外の光は取り込みたいって思ったら、いや全然レースでいいじゃないですか。賄えますよ。うん、十分。その、はい、ここにもちろんそのレースとしてのこう透け感が、もちろんやっぱこう光を透過しやすいものもあったり、しますけど、まあ、それはこうまずそもそもとしてカーテン、窓には厚手の生地にレース、ドレープにレース絶対つけないといけないっていうところからまず離れてみましょう。夜勤の方でお昼、あの、うん、日光を遮りたい方は、あの、もうすいません、クバドラじゃないメーカーから。あ、まあでもそれもやり方あるんですよ。あ、ロールスクリーン。そう。なるほど。そう。諦めないで大丈夫です。はい、で、あとね、なんで厚手の生地をあんまおすすめしてないかっていうと、はい、あの、まあコネクトでは、やっぱ空間をできるだけ軽やかに見せていきたい。はい。それはもう空間をとにかくすっきりして、うんうん、そういう過ごし方をしてほしいなと思っているので、はい、窓が、はい、窓って、立面じゃないですか、空間に、うん、空間の中でいくと立ってる、こう平面じゃなくてここね、はい、一番面積取るじゃないですか、うん、そこの一番その 見せ場なのに熱い生地バーッと閉めたらもう一気に空間重くなりますよ。見せ場ですか？見せ場でしょ、やっぱ。だってここぞの見せ場、壁ですよ。はい、なるほど。で、人間はどこ見て生活してるかって言ったら壁見て生活してるじゃないですか、うんうん、そう、見てはないけど、はい、視界に入ってきてるでしょ、うんうん、天井でもないし床でもないでしょ、はい、だからこの立面がどういう形っていうか どういう色とかどういう素材で覆われてるかによって空間の印象ってガラッと変わってくる、うん、ってことは、うん、窓周りってやっぱ見せ場、うん、力の入れどころですね。そう、本来はね。だから それぐらい空間を印象づける場所なのに、はい、あの、なんか光を遮らないといけないっていう盲目的に考えてこうバシャッとこう閉めちゃう、うんうん、でしかも
最近の窓ってどんどん大きくなってるじゃないですか、うん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 、大きくなって、はい、開けてるとここになんかすごい、うん、なんか生地のたまりがドスンと出てきて、うんうんうん、重苦しいですよ、分厚い感じのたまりは重苦しいでしょ、うん、え、西口家はある、うん、ね、もうやめた、抜けたらもうレースだけにしました。そうでしょ、はい、でも全然空間変わったでしょ、はいはい、だから そこをまず皆さんに知ってほしいんですよ、うん、まずはドレープなくていいですよと、あのそれ、カーテン業界の、生地が分厚い方が、はい、いいですよの、そう、罠ですからね、うんうん、そんなの全然しなくてよくて、で僕らはだからレースだけでいいんじゃないですかっていうところからまず入りますと、うん、はい、であと日本の、まあ、一般的なレースっていうとどんな ここに来たらもう、うん、あレースってこんなあるんやってなるじゃないですか、うん、でもよく接客させていただいたときに、はい、レースでいいじゃないですかっていうと、うん、はい、どんなレース、なんか、白くって、うん、素材はもう、うん、化学繊維のやつで、うんうんうん、たまにこういう綺麗な模様つけてくれてるけど、うん、あんま可愛くないそう結局ねちょっとで下手すると、うん、だから化学落ちてるやつで、うん、なんかシャリシャリな感じ、うんうん、そうですね、でなんか柔らかな風を感じたいのに、うん、なんかせっかくねなんかこんな感じでビシーンってなってるじゃないですか、はい、パキパキな、うんうん、だからちょっと残念なイメージを持ってると思うんですよ、うん、レースでいいんじゃないですかって言うと、うん、レース、うん、ってなる方が多いんですけど、サブレースですもんね、日本の家的にはレースって言うとサブの役割ですから、あ、そう主役感を持たせようだなんて思ってない、ね、そう、はい、だから、僕らはそのクバドラ、うん、クバドラの中にはこのキナさん、シナさんと呼ばれるブランドとか、あとサコとか、はいはい、ここが、はい、サコね、うん、はい、キナさん、まあ、シナさんって呼んだりねしますけど、2つぐらい、そう、はい、大きく分けるとここら辺、はい、とあとクバドラね、あ、クバドラ、クバドラも作ってます、はい、こういうね、はい、こういうバリエーションがあるわけですよ。系統ありますか、ブランドで。あるんですけど、だいぶね、見てきてるんですよ。あ、じゃあ、ブランドの名前から選ぶっていうことは別に気にしなくて、もうしたくていいかなと思ってます。わかります。それぞれに、まあ、すごいいい記事作ってるんですけど、まあ、その中でも、はい、割と僕らが、このクバドラの、はい、カーテンだったり、あと、キナさんがここに、クバドラの中にも3回加わって、じゃあこれをメインにしていこうって言った時に一番おすすめしてきてたのが、うん、このマテリオっていうこの生地、うん、これはどういうところがあるんですか。これ まずレースあと、レースなのに、はい、まずちゃんとこういうこう色展開でマテリオあたりをこう皮切りに、はい、とにかくこういうちょっとうっすらとした色のグラデーションをこれかけた時になんか真っ白は真っ白でまずなんかなんていうかな潔くて綺麗なんですけど、やっぱりちょっとさっき西口さんの言ってたようにインテリアとちょっと組み合わせたいじゃないですか。でそう思った時に色のバリエーションがそれぞれにこうある方がコーディネートが非常にこう膨らむでしょ。ありましたね、うちの色が。あるでしょ、はい、ありました。こういうこと、はい、そういうことなんですよ。こうちょっと グレーとベージュがちょっとこう入ったようなね、はい、うんうん、こういうやつ選び白がある。で、すっきりした感じにしたければこういう、これはちょっと少しブルーが入ってますけど、うんうん、こういうブルーグレーな感じで、もうこれでいい。よくねってなるけど。これです。マテリオです。はい、で、マテリオです。でしかもこれちょっと触ってもらうと、はい、どうですか。柔らかいけど、うん、でもちょっと張りもある気がします、ね。そう、実は
まあ、レースってどうしても、化学繊維系を使わないと作れない生地ではあるんですけど、そんな中でもこれは実はなんと少しですけど、はい、カシミヤが入ってます。あ、カシミヤ、そうだから こういう質感が出るんですよ。じゃあ首に巻いても気持ちがいい。あでも実際使われてる、まあ、ちょっとでもね、ちょっとやっぱシャリッとすると思います。若干ベースに合わせてるなって感じするし、はい、であと沖縄さんじゃなくて、これちょっと値段あれですね、多分違いますよね、変わってってるかもしれないんで。あ、そうそう、ね、と、これね、はい、メーター単価なんで。あ、なるほど、はい、はい、相場こんな感じでちょっと違う可能性があります。で、生地の幅は、はい、3メーター、3メーターで選べる。そうだから、小さい小窓にちょっと使いたいんで安くなるかなと思いきや、はい、思いきや3メーター絶対買うんですか。そうなんです。なるほど。だからそれがあるんで、だから逆に言うとリビングとかの方がおすすめです、うんうんうん、でこれパシュミナ、これはどういったっけ、これちょっと触ってみてください。あ、これこそ首に巻きたいぐらいの、だから服みたい、レースなのレースか、だからみんなが思うカーテンのレース、はいとはもうなんか全然別世界でしょ。そうですね。こんな柔らかくて肌触りのいい、はい、こんなストールありますよ。ありますよね、うん、これはでこれが、はい、ビスコースとこれもカシミヤが少し入ってます。なるほど。だから要は こういうバリエーションのものが、うん、あるので、うんまあ、こういうものから選んでもらうと、うん、もう全然ちょっとこう多分影響が違いますね。もう雰囲気が、うん、雰囲気がもう優しいでしょ、はい、こういうのをちょっとうまく組み合わせてもらっていくとすごい素敵な感じになると思う。もうガラッと変わります。そうですね、面積が広いですもんね。ほんとね、照明とこの壁は壁、ね、はい、もうマジで変えてほしい、うん、だから、まあ、ちょっとおすすめで、ね、今2つ、はいしました。で、少し、はい、レースの中でも、まあ、透け感も欲しいし、うん、ちょっと厚手な感じも欲しいということであれば、はい、今実際こうやってつけてますけど、はい、これクバドラのタイムです、はい、でちょっと今までのよりもしっかりしてて厚めがあります。これがブルーかな、グリーンかブルーかの中間ぐらいな色になってます、うんはい、こういう、だから色もこれぐらい、あ大変、まあでも選びたい色ありそう。そう、絶対に自宅にある色からちょっとそう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 、ここから選ぼうと したらもうダメダメダメ、だからこれぐらい要はバリエーションがあるので、うん、あとはどういう雰囲気に持っていきたいかとか決めてからそう見るここに来る、うんはい、でそうすると、じゃあちょっとモダンにしたいですよねとか、ちょっと濃いめがいいですよねとかってなってきたり、うん、少し例えばクラシックな雰囲気がいいですとか、うんうん、モダンな雰囲気がいいです、カジュアルな雰囲気がいいですとかってなってくると、はい、色のチョイスの仕方から変わってくるので、同じようなちょっとブルー系でもこういう、はい、ちょっとクラシックにも寄せていけるような雰囲気のものが出せると。ちなみにの、うんさっき言ってたロールスクリーン、ロールカーテンとのダブル使いについてちょっと教えてほしいです。できますね。はい、で、そのレースだけだと、ちょっと、はい、光がやっぱり気になるとか、お隣の視線が気になるとか、うん、どうしても、まあ、ちょっとやっぱりレースなんでね、もちろん透け感があるのが売りっちゃ売りです。はい、で、この、レースをお部屋の内側に設置をして、はいまあ、大体普通カーテンのレールって、お部屋の内側についてるじゃないですか、うんうん、で内側にレースをつって、うんであとちょっと窓の仕様とかにもよるんですけど、レールがついて窓のこっちに部屋内側にカーテンレールがあって、はい、カーテンレールがあって、はい、窓があってこのレースをする場所 と、窓の間に、はい、その窓のこう額縁になるところがあるんですよ、うん、でそこに
あのスペースがあるんであれば、はい、そこにロールスクリーンを、ここですね、そうそうそう、そういう場所ね、ロールスクリーンを上につける、そうにつけて下ろす、内側を下ろしてカーテンレースを閉めれば、レースの雰囲気が楽しめる、楽しめるっていう作り方を結構おすすめしていることが多いです、はい、で、ロールスクリーンはどうしてもあとメカモノになるのと、はい、僕らがそういう使い方をする場合ってちょっとこう、どちらかというと少し、光とか視線を遮りたいので、うん、はい、あのもうほぼ無地のものをおすすめしてます、うん、でもう国産だったら立川さんとか、はい、日米とか、はい、闘争とか、はい、まあこう何社かあるので、その中でクレーなものを大体おすすめしてますね、うん、だからそんな感じで、これ結構本当おすすめなのはカーテンってどうしても、左右の動きじゃないですか、はい、こう開けようと思うと真ん中からこう開いていくでしょ、うん、で閉めようと思えばもちろん、うん、な感じなんですよ。で、ロールスクリーンってこう上下じゃないですか、うん、だからロールスクリーンのこの上下の動きはすごい有効的で、全部締め切らなくても途中で止めることもできるから、うんうん、ちょっと日差しが強いなっていう時も、はい、あのロールスクリーンでちょっと塞いでおいて、はい、で外も楽しめる、下半分そうっていう使い方ができる。障子の雪見障子みたいな。ああ、そんなちょっと開けて。ちょっと長庭を眺めるみたいな風情をカーテンでもできるっていう感じですね。そういうことができるのが、はい、まあ、その僕らがおすすめしているレースと、うん、ロールスクリーンの組み合わせ。うん、もう今までお家いろいろ、まあ、窓周りも全部ひっくるめてご相談いただいた方のところは、はい、うん、それそういうパターンで設置できる箇所もほぼそれで設置してます、うんうんうん、はい、っていう感じです、はい、どこから買えますか？ポチッとしたいです。ポチッとしたい、はい、ポチッとできないですよね。ちょっと追いついてないですね。そうだからさっきも言ったように、はい、まず商品の紹介が非常にしづらい、うんうんうん、で、窓のサイズが、はい、お家によってもうまちまちすぎる、うん、で、それこそその他のなんかインテリアメーカーさんみたいに比較サイズ出してもいいんですけど、うん、はい、もったいないじゃないですか。うん、大きかったりちっちゃかったり、はい、3メーター絶対買わなきゃいけない。そうだからそういうのもあるので、はい、基本的には一窓一窓、オーダーで、はい、あの縫製してお作りするっていうスタイルになります。うん、コネクトの LINE からお問い合わせください。はい、あの検討されている方は、はい、で、お問い合わせいただいたらお家の写真とか送ってもらったり、そう窓の写真とか、とか、いや、あのお話進みますので、うん、はい、気になる方はぜひ一度お問い合わせしてください。はい、で特に東京にお住まいの方、はい、まあ、東京、神奈川、まあ、関東圏ですけど、はもうあの対応できるので、うんうん、あのお願いしたら付けに行ってくれる。そう、もう採寸、はい、見積もり、もう記事の提案は、ね、こんな形でいろいろオンライン使いながら、はい、あオンラインでできます。できます。あの一対一であのこうやって見せることも電話でできるので、はい、で記事サンプルを最終的にお送りして、はい、確認していただいて、で OK であれば縫製して、取り付けまで、うん、あのお伺いする段取りが、うん、あのできます。でそれ以外の地域の方になると今いろいろそこに向けてちょっとかなり歩みは遅いんですがいろいろ検討中です、うん、で新築の場合とか、はい、リノベーション工事 されてて、もう職人さんもいますとか、うんうんうん、採寸を頼める、業者さんもいますっていうことであれば、あの取り付け、をすることも可能なので、それはちょっとケースバイケースなので、まあ、やっぱりお問い合わせをまずいただけたらいいのかなと思います。はいはい、またここら辺にある中から、うん、ちょっと気になるやつがあったらコメントもらえます。ちょっとピックアップしましょうかね。そう、はい、これどれだったっけ、うちの家どれだったっけな、忘れた。あ、そうですか。そう、まあ、なんか最近この縦に通ったやつ流行ってますよね。バーチカルね、縦型ブラインド、うん、でこ
こう斜めにできるんですよ。くるくるしたら。うん、そこにある。ああ、うんうん。あれバーチカルぐらいのね。バーチカルぐらいの。はい。そう。あんなのもあります。そう、つけれます。はい。そう。こういうね、こういうのもあります。そうもね、すごい素材感が。ですね、これっぽいですか、社長の部屋。ちなみにこれっぽいです。社長、ちなみに社長は引っ越しました。引っ越しましたけど、YouTube で出てるあの家の、あの家はそのドレックス、あれはバーチカル。バーチカルってやつだから、うんうん、なんか言ってること違うなと思ってた。引っ越してますからね、うん、あ、そうです。そうそうそう、いっぱいお家があります、ね、はい、はい、はい、なんか中途半端な落ちばっかりですけど点々としてる。はい、そうです。はい、はい、まあなんかリクエストもらうと、うん、なんか例えばおすすめの中でも、はい、なんか何に合わせたいとか言ってもらうと、はい、なんかこう3つ4つ何系のダイニングに合わせたいとか、何系のリビングに、ソファーに合わせたいとか、うん、はい、ちょっとこういう感じにしたい、例えばモダンにしたいとかスタイリッシュにしたいとか、写真をできれば送っていただいたらそれに対して合わせます。いや、もうなんか思い切ったなんか感じにしたいんですけど、こういうのもありますから。そう、こういうのもありますから、こういうのもあります。いろいろそうありますからね、うん、これそこで使ってるやつ、これレースを2枚重ねしたやつ。あー、ベージュのやつですか。うん、あ、そう、あれ不思議だなと思って、2枚重ねにして使ったんですね。そう、あ、そんなこと、そんな贅沢具か。できます。値段、お値段の倍に。はい、はい、わかります。で、カーテンレールのところからもやろうと思えばできるんですけど、ちょっと、それもご相談ください。はい、ということで、じゃあいいですか、触りです。はい、で、あ、じゃあそう、これ本当導入なので、こういうのが知りたいとかはまたコメント欄とかに、うん、ザザザザザとか書いていただくと、はい、まあ、そこに対していろいろまた動画作っていきたいと思ってます。うん、はい、またぜひカーテン情報を広めたいので、はい、コメントお待ちしています。はい、はい、ということで、また次のゆるっと紹介でお会いしましょう。はい、あれですね、あ、いいねよ、グッドどっちでしたっけ、グッドいいね、グッドボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご、あ、インスタのフォローと LINE の登録もお願いします。はい、じゃあご視聴最後までありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。